立命館大学庭山大空選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の試合タチダウン4本ですが、振り返っていかがでしょう。入りのシリーズでタチダウンを取ろうというふうには、毎試合話していて、その入りのシリーズでタチダウンを取り切れたのはいいことかなと思ってるんですけど、まあ、細かいディティールの部分で詰め切れてない部分があったので、もっと詰め切る、5シリーズあったうちの4シリーズしかタチダウン取れてないので、5シリーズ全てタチダウン持っていくっていうところを、チームに持ち帰ってからレビューしたいなと思っています。今日は下の学年の後輩の選手たちが積極的に起用されていたように思いましたが、どのような意識で取り組んでいましたか。まあ、チーム、ベスト11をフィールドに出すというふうには方針で、オフェンスは特に、決めているので、下回生上回生関係なく、能力の高い選手を使っていこうというふうには話していて、4回生は下回生のミスを4回生のミスと捉えてやっていく意識、かつ4回生なのでチームのことも目に配ってやっていく意識を持っています。4回生最後の1年ですが、どのように過ごしていきたいですか。まあ、全て、フットボールに捧げて必ず日本一を成し遂げたいなと考えています。立命館大学クォーターバック庭山大空選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。